ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます。声のアンカーマンは産経新聞論説委員の山上直子さんです。さあ、今夜は何が見えたでしょうか。はい、えー、学芸員をめぐる発言から、えー。日本の物価財行政の現状が見えました。う,ん、うんとですね。ちょっと前なんですけど。はい、山本地方創生大臣がですね。えーえー、こんな発言しました。一番のがんは文化の学芸員で。一掃しないといけない。 すごく避難されましたよねすぐ謝罪撤回したということだったんですけどもこれあのどういうシチュエーションで言ったかというとその観光振興の話をしててねで、えー、と外国人の観光客に対してその文化財の説明とか、ね、案内がまあ不十分で,であの、まあ、観光立国を進める上で学芸員がまあ ブレーキになってるということを言ったんですね。うん、いいで、あの、まあ、この発言で、実は二通りの波紋が広がってですね。ああ、と思ったんですね。ま、まあ、一つは、まず、その現場の学芸員に対してひどいじゃないかという声でしたね。えー、で、もう一つは、がんを患う人に対して失礼じゃないか。うん ということだ,だったんですね、はい、だから本当政治家っていうのはですねあの不用意に発言をするんですけれどもその自分の言ったことがどれだけその人の、まあね、傷つけるかとか、うん、えと社会の今の情勢に合わない。 考え方であるとかね、そういうことをあのまあ心してほしいなと思うあの閣僚のねあの失言の一つだったと思うんです,、ね、うですね。想像力がないんだなっていうそうですね。はい、想像力があればでましてやその例えばご家族にねがんの方がいたりとかするとと、えー、でもこんなこと言えないと思うんですけどね。まあそれはともあれですね。今日はその学芸員さんに対する発言としての方を取り上げたいと思うんですけども、あのその後実はですね。 あのさらに「自立誤認」も大事だったんですね、えー、この山本大臣ね。 大英博物館ではロンドンの五輪の後にですね大改造をしたんですけれども一番反対したのが学芸員で全員首にして入れ替えたというようなことを言ったんですねで、これ何を根拠に言ってたのかよくわかんないんですけれども、はい、全くの事実五人ですこんなことはなかったんですよね,ですよねでその当の大英博物館からもですねまず改装してないし観光振興のために学芸員を解雇したりもうちはしてませんと もう真っ向から否定されて恥をかいたということを天末でした、はいでまあ、謝ってましたで、まあ、一つは、ね、その生半可なんかこう知識というかあの世間話を間に受けて、はい、でそれがいかにもあったことのように言ってしまうという資質の問題がありますよね実際実際 裏を取ってきちんと調べれば分かることなのよによくこういう噂をね「聞いた聞いた」とかって言ってあのちょっと大きく目に広げ,広げて言ってそれがまことしやかにこう広がっていってしまうっていうことはよくあるんですけれどもね。のお茶飲み話とかでしまあそれがまことしやかにこう、ねうん、広がってちょっとあの。 信じてしまう人もいるということはまあよくあるんですけれども、はい、それがその自分が大臣で、うん、しかもその文化財についての話をしているという自覚がまあ足りなかったなと思うわけですねであの、まあ、問題点がこの発言のとと巻き起こしたその反問には出てきていると思うんですよねで一つはその 観光振興のためにじゃあるんですね、はい、であのこの山本さんはですね要は反対反対でそのあの文化財のところでこうちょっとイベントとかをしてひいろんな人に集まってもらいたいと思ってもその火は使えません水は使えませんと言われる、まあ、要はお堅すぎるということを言ってるんですね。ただ 学芸員さんっていうのは一番の仕事はあの文化財を、ね、守るるるここことととななんんででですすすすすよねねね保保護存文化財っていうのはそもそもね文化財保護法っていうのがあってで有形文化財とか無形文化財とかあと国宝とか、ね、重要文化財とかで景観自体もそうですし物もそうですしあのいろいろあるんですよね。であの常にそれは 保存することとそれからその、まあ、国民の宝ですから公開して知ってもらうというその相反する両面をいかにうまく、うん、そのつなげていくかっていうことが重要なんですね特にね日本っていうのはね。 木とか紙が多いんですよ。多いんですよ。そう、でやっぱりね、その石の文化のヨーロッパと違うところで、はい、あの燃えやすいし失いやすいし、うん、劣化しやすいんですよ日本の文化財っていうのは。風にも弱く、湿気にも弱く,弱くね、だからそこをそのあの保存して維持していくためにはやっぱコストも必要だし技術も必要だしで、そういうことができる人たちを育てていくことも大事ですし、でその重要性を 分かる学芸員というような専門家を育てることも大事なんですね、はい、だから一言で文化財と言ってもあのいろんな問題と課題があるんですねだからそういうとこも分かってたらとてもああいう発言は多分できないんじゃないかなと思うんですね。はい、ところが日本というのは文化財行政というのはヨーロッパほど進んでないんです。 っていうのはそれだけお金をかけてないんですね。っていうかお金をなかなか今かけられないんですね。で文化予算というのはだいたい国家予算の0.1%ぐらい、ね。ああそんなもんなんですね。でフランスは0.9%から10%ぐらい。だからいかに日本はまだ文化財に対してお金もかけられていないかっていうことも背景にはあるんですね。まあだからその。 外国人の人たちにオープンにして見てもらってでそこからあの一定量の、えー、料金をいただいてそれをまた文化財に還元するっていうプラスの回転ができればいいんですけれども、はい、でもそうするためにはまず保存して、うん、それがずっと保存できるようなあの体制が必要なんですね。であの学芸員っていうのは、ね、実はあのはは実国のな、えーっとね、博物館法に 定める資格が必要なんですねだからある意味 国家である程度決められた職業なんですね。うん、で、これ、なかなか実はな,なれないんですよ。難しいんです、ね。難しいんです。あの狭き門で、えー、あのなりたい人は多いんですけれども、そんなに採用数があるわけじゃないので、あの、なかなか競争率が高いんですね。で、あの、その、それだけに専門知識を持っている人たちが多いっていうことですけれども、まあ確かにね、あの、ここで水使わないでください。火使わないでください。そんなイベント、とてもじゃないけど、オッケーできませんって。 いうことも多いんですけれどもそれはなぜかというとやっぱ保存に引っかかるかるらとということなんですね、うん、だからまあそこをいかにクリアしてこれからえおたくさんの,あの外国人だけじゃなくってね日本人に見てもらってでそこからお金を払ってもらってでそれがまた次のリピーターを呼ぶといういい循環をね作るためにえ考えなくちゃいけないのがやっぱり政府であり、はい、え文化庁でありだと思うんですね。だからこういう心ない心 実現をする前にもっと勉強してくださいねと私は言いたいですアンカーマンの目でした